お疲れ様です。今日はこちら迫撃ディガーやっていきます。さあ、ここ3、4ヶ月ね、暴れ回ってる迫撃がね、まだまだ強いよというわけで、今日もやっていきますが、ここね、ゴブリンシュタインになりました。少し前まではスケルトンキングだったかな。で、中身はアイスウィザードが入ってる、なんかこういうパターンもはい、あります。なんかギャングがね、盾の戦士だったり、まあいろいろあるんですけど、まあ正直その辺はなんか、はい、好きなのを使ってくださいって感じで、まあ今日はこのスケドラボンバーでやっていこうかな。で、ブラスターもね、加砲されたんですけど、なんかもうこのデッキだとブラスターがやっぱいいらしくて、なんか全然強いね。あとはペッカとか、それこそ新カードの、新カード?そう、ゴブリンシュタインか。もう出てから1ヶ月ぐらい経つんかもしんないんですけど、まあ新カード。まあ、この辺に対してもね、ブラスターがやっぱ強いので、結局ブラスターかいっていうね、まあ、感じだと思うんですが、どうしようかな。暇すぎん?まあ、ムートとか行っちゃってもいいか。柳雨でもよかったかもね。はい。まあ、鳥もなんか迫撃砲で攻めつつ、なんかまあ、なんかまあ様子見ながらでいいか。これ壊れなかったら嬉しいけどね。壊れるよね、絶対に。絶対に壊れちゃうんだね。はいや。これね、先行しそう。なのに俺が自分で止めちゃってライトニング打たれてピンチになるやつだ。うわ、めっちゃいい。で、これ山雨があるんですよ。いい話。強ない。ブラスターブラスター嫌な雨っていうインチキ組み合わせね、まだまだやれます。わー、スキル使ってもいいが、まあなんか適当でもいいかもね。相手はラバかな、スケドラホバ、なんか最近微妙にいるラバね。さあ、ここで迫撃が数発入ることに価値があるよと。まあ、延命がね遅いんですよ僕は。ちょっとジジイなのか。まあなんか、行っちゃってね。竹がね、良くて、スケドラが頑張れたりしないか。相手の陸はボンバー、鳥と、あと盾の戦士もあるかなと思いますが、呪文が柳雨とかだと思うんで、なんかこういうのもうざかったりね。なんかボンバーのやる気がさ、あ、ハゲる。マジでハゲる。で、呪文がライトニングとかかな。やべ、これなんか微妙かな。なんかいらんかったっすね、スキルも。2コス今捨てちゃったんだね。なんかフランケン、てか新カード出して、相手がライトニングある、じゃあスキルを打たないとかでもいいかもね。オリマンだから。ゴリゴリにいっちゃうよー。よし、やべ、ライトニングや。なんか熱そうじゃね。熱そうなことはわかるんですけどね、なんか実際にどうなってんのかマジでわからん。はい、勝ちましたと。いや、まあ迫撃はこれでも一応加砲されましたよね。進化迫撃か、まあ、意味わかんないぐらい強いです。てかもうこのデッキの完成度すごい高いっす。だから最近もそんなことばっか言ってる気がするんですけど、ペッカゴブジャイとか、ペッカラムとか。なんかね、本当になんか、今まで比になんないぐらい完成度高いデッキはね、多いんです、ここ最近は。なんかカードパワーが高いんですよね、単純にね。ゴブリンシュタインとか、迫撃、ブラスター。なんかもう残り物に8万円ゴブリンシュタインつけるだけ強いんでね、正直。延命熱い。あはごめんね。まあロイジャイかな、文句なんだね。あー、これファイブあります。え、てかねえわ、ライトニングだったの今。え、トルネもなかったりする。うっ、でも引っ張られてる。いや、でも迫撃のさ、タゲがいい。頑張って、あ、スケンドラー、ちょっとやる気がね、惜しいね。なんかムートとかが残ったら、
それにゴブリンシュタインをつけるだけでいいんですよね、正直ね。迫撃で攻めて、相手のユニットをムートで回収して、あー、アイスピッツやな。適当ね。ドリルか。あー、きつろい。許容ね。いやー、でも結構入るよね。で、これ、まあ、文句、結局あるんでね。ムートもちょっと怪しいよね。まあ一応ライトニングもね、いやでかいタゲが終わったんじゃない、キング起動に一生懸命なりすぎて。いやでかいよこのダメージ、反撃いかれてるかんな普通に。通常時の反撃もね、下方していいぐらい強くある。いやこれにゴブリンしたいよね、つけれたら最高だったんですけどね。追加してもいいぐらいではある。斜め打っちゃうかな。いい斜め。正直あとは守れば勝ちなんで、こうなったらインチキ防迫撃でさえこれでも突破できないですよ。あでも進化ボーンぐらいか、ワンチャンのつかみがね。まあでも鉄壁ですよ。であとはまあディガーととかヤナミにシューとかでもいいか。ヤナミのダメージは135、ま135は怪しいが結局ね。はい、イモって、もう一発これディガーで、はい諦めですよいやもうね、ロイジェイとかね通るわけないんでね、ブラスターと迫撃と、まあ、かつボンバースケのね高回転でもあるんで、まあ、進化スケが進化ボンバーとかでも強そうですけどね、まあ、ちょっと陸が薄いんで、まあ、そこのケアとしての進化スケかな。なんか進化ボンだとより夢はつかめそうだけどね。いやマジ迫撃でちょっかい出して残って自分の残ったユニットにシュタインつけるだけのね壊れデッキがなんか今一番多いっすね、正直。なんかペッカとかも多かったんですけどね、やっぱ回り回ってそのペッカに対してのメタなんでね、迫撃ブラスターが本当になんか明確な弱点っていう弱点が少ない。クエイクもきついけど、なんか上手いプレイヤーだとねクエイクにも全然圧勝できたりします。あーこの人はね、スケラね。取れにきそう。早めに仕留めれたらさ、いや、これ相手の2個数無駄になってんすよ、ちょっと。これ熱くない。いや、なんかディガーとか言っちゃいたいけどね、スケドラとかこれ。まあ。やめてですよね、そんな気はした。ちょっかい相手アイスイズとゴブリンシュタインボンバーか。何これ、縦の戦士ペッカかな、ペッカゴブジャイ的な。まあペッカだったらもう防衛迫撃しまくって、正直ディガーでちまちまとかでもねいいんでね、無理して攻めなくたっていい、攻めたっていい。え、どうしようかなまあゴブリンシュタイン出しちゃうか、モスさんが取りま出しときゃなんとかなるっす。おや、いや文句とかあるとさ、ちょっとサプライズで勘弁してってなるけどね。いや相手もあげ、あ同じなのか、やべマジそれ勘弁してってなるよね。まさかのね同系統パターンね。えこれまずい、ディガーか、ディガー拾ったもん勝ちみたいな話だね。やばい、ちょっと痛いんだよなそれ。
いやあんま差が出ねー。やべ、元からあるこのタワー HP の差分ぐらいでちょうど負けそう。なんかめんどくさいですよね。本当に何で決着つくんだって話なんだ。やべ、なんか守れなさそうと見せかけて、でも何でも止まるんだろうな。結局本命は左だと思うんでね。左？右か。いやーこうなったらさ、ちょっとしょっぱいよ。でもそういうことです、流行りが。強ない？それ勘弁してほしいよな。この反撃ってさ、いやちょっとずつ追い上げてきたな。なんかお目ありが削り、やべ縦線強すぎる。いやいやもう最悪や。いやもうタワーがプリンセスターだったら勝ってるやんっていう話ね。いや同じだ、アリスイズ縦線型ね。俺が最初に見せたあっちか、プリンセスタワーでしたね。まあ別にブラスターの方が多分いいとは思うんですけど、まあ枯渇とかかに勝ちたいなら、まあこっちのね、これの縦線でボンバーなんか混ざってんな。いやほんなんかいろいろあるんですよね、まあ、反撃も強すぎて。中身何でもいいです、はい、ユニレベルあるやつ使ってください。このデッキがもう登場したことによってね、まあ、ペッカいるっすけどね、なんかちょっと減ったというか、また環境が変わり始めてはいるよね。よいしょ。まあでも本当に4ヶ月ぐらいずっとずっとこの迫撃っていう、もうお腹いっぱいではある正直。やべ、めっちゃ歩くやんあんた。そんな歩くんか。ペッカバルーン、いやムートが強いんすよ。でムートをトルネで引っ張ってきたところをゴブリンシュタインで延命してね、ムートを延命してワンパン KO まで見えました。はい、これね、もう言った通りになるやん。はい、そこまで読めてます。もうこれでさ、まあ止まるんだろうな、防衛がうめえから。もう一回うめえんだ。うん、いやうめえな。フリーズうめえな。いやでもプリソほいほいからのほいっていう、ただこれだけっす。まあ俺対空スケドラだけなんで、進化ペッカ進化ライドラバルーンみたいなの来たらちょっと怖かったりするけど、まあ、言うてそれぐらいか。インドラもアイスイズライドラインドラか、なんかドラゴン多いな。うざそうな攻めしといてよ、滝かわれ。
勝てそうなんか普通に勝てそう。一発やなめ。はい、という強ない。大幅加工されたブラスターではあるんですけどね。いやー結局この迫撃ってなっちゃうよな今シーズンも。いろいろ強いデッキはあるとはいえね、トリマ使っとけばいいデッキこれです。まあ勘弁してほしいよね。で苦しいランキングのね上位がこのアーチャークイーンプラスのロイホクデッキね。まあでもこれもムートの事故ね、全然あるかな。あとゴブリンシュタインとブラスターね、もともと HP 少ないんでね、一発ロイグドカンと入っちゃうと苦しいんで、できるだけ耐えたいな。ね、あんま何したらいいか分かんないんでちょっとね、いや耐えんの大事よ。余ってるこれにねつけれたら一番いいんですけどね。からのつけ、うん、まあまあまあ1倍は無理しないがね一番重要。ボンバーからでもよかったな。いやこれなんか来られると結構入っちゃう。うん、落ち着いてんね。からの大砲だもんな。あっちゃけちょっとだるいんだよな。進化スキャルしな。え、邪魔さ。頑張りすぎないでよっていう。まあデリバリー打って スキル使えたら使ったけどね。いやもうサイクルハイかな。このスケドラで俺はね夢をつかみたいな正直。あ着衣マジで厄介だな。ムートだけは延命してやる。いやうまいな。いやこのねゴブリンシュタインが熱い。今2周目ロイが来られると嫌だよねって話ね。これだるくない？めちゃんこ。いやめっちゃいい、めっちゃいい。いやこれ勝てんのさ普通にやばいもん。で大砲咲いたから端前で行くよねっていう。このチンパン具合もいいよな。いや負け筋この進化スキぐらい。え、怖っ。
今のでちょっと負けそうなのも意味わかんないもん普通に。タイブレイクね。いやー熱っ。おいロイフォグに勝てんの。え、ちょっとさ気持ちいいぐらいのレーザーがあります。発着にも飛ぶやん。え、これ嬉しいっすよね相手の能力はさ、正直この迫撃を追加したいからみんな使ってんじゃないの。そんなことないのかな。多分やりこぶコウモリギャングみたいな方だと、まあ、ちょっと大変なんですよ今のロイフね。まあ、極めてたら全然戦えるとは思うんですけど、でもあれにも、まあ、ボンバースケドラ型だとね、あとスケの回転か、なんとでもなっちゃうな。うわ、今の嬉しすぎるな。パノラマペッカバルーンのね、うまいプレイヤーですね。まあ、さっき勝ったから勝ちたいけど、まあ、ゴリゴリ行くのが良さそうだよな。これ低めペッカからのバルーンとかつけられちゃうと、まあ、泣きはするよね。この位置のさ、トリネ使われる？うん。やべ、これ。いや。まあ、やなめもあるからね。本当はちょっとキング起動したいっすけどね。ライトニングドラゴン、咲かせて。まあ、ゆっくり行くか。なんか相手がライドラとか咲いたら、端前ゴブリンしたいんでさ、俺のペースにしたいんですよね。取りま攻めなきゃ始まんないよねっていう。まあディガーは行かない方がいいか。はいはいはい。まあペッカで回収でトルネが来るよねっていうのを、まあもう一回やるか。絶対来るかんな。ワンチャンライドラもあるよ。ここね。はい。いやなんかもう多分それを。する体になってんだろうな。相手が上手いからこそね、そうなっちゃうんだと思いますよ。それ強いな。あーやばい。あーどうも。なんか微妙。あ、イスズ強っ。結構めっちゃいい攻めになると思いきや、普通にアイスイズのスローで止まっちゃうのやばいな。ライドラもいいんだ。なんか面倒いね。さすがに行くか。行かなきゃ始まんない気もした。いやまあまあ、やば、来そう。うわ、キンキ。フリーズからワイドの許容生まない。敗北の文字が見えてきた。いやーまあまあまあ、ひとまずね。いやこれ、あ、待って、ライドラのさ、あれワンチャンやっつけれる。早く来ねえか。え、熱い。攻めちゃおう。タゲそっちになんの。やばくない？ペッカ回復するやん。マジ？勘弁してほしいの。ちょっと流れ悪い。一発。いや、いい対してんの。
これ守れるかな。守れなさそう。ライドラ感電激そうだ。うますぎんそれ。なんかこの後半のイケイケ具合やばい相手の。あれ？あれ？守れちゃったよ。あれ？全然ま負けた感ものすごいあったけどね。よし。やば！シンクライドラも。え？ライドラシンクライドラ止まって41。美味しすぎん？いやまあブラスターか結局。ブラスターだから止まった説はあるし、なんで止まったんだろうね。いやなんで止まったんだろうねで勝てんのが結局は強いってことなんですよ。気づいたら勝ってた。これぶっ壊れのね特徴です。なんかそんなつもりじゃないのに気づいたらあれ勝ってんな。美味しいね。いやこれ禁忌されんな。あーよかった。いやこれねハシマエシュタインにもムートが強いんですよね。ワンチャン来るかもね。でも俺もやりたいな。でローケックとかどうせあんだろうなって思ってます。もう最悪タイミング。いや行ってもよかったけど行かなくてもいいか。ホグクエイクじゃないかな。まあ何の対処でもよかったけど。これにさこれをつけるだけでいいんですよ。スケドラ追加だと。わあ相手の緊急ね。アホやん。勘弁してよ。いやでもこれ相手のシュタインがねもう1秒遅いとかなんか噛み合うともう今のでタワー折れるんで、残り物にシュタインをつけるデッキだと思ってください。はい、暇なんで攻めちゃう。負け筋マジあいつですね。いやあいつだけこれ飛ばないな。ボンバーなんかで強すぎる？先言ってよ。さあ、まあ、ロケアもヤナアムで飛ばせるかんな。なんか相性良さそうだな。一応ディガーもあるしね。博士この辺だろ。ちょ俺のさスケドラが下手なんだろうな多分。ごめんなって思いながらで相手のホグのサイクルについていくようにスケでね手を騙ししとこう。いやこれ行きたかったよな。なんかちょっとあのねあんま使ってなかったんでさその特別うまい感じないけど許して。でも逆にこんな変なチョコでも勝てるかなっていう。やべこれ位置やばい。金キャッツ。いやースキル強え。
一回を作るのも、え、これさ、端前行くだけちょっと熱いぞ。なんか微妙になっちゃった。いや、低めシュタインも強えよな。でもZ相手の方がきつそうだけどな。そんなことないかな。いや、シュタインがね、相手も俺も強すぎてさ、やっぱなんか地味に負ける。やばい、めっちゃ地味に、うん、やばい、うん、地味おめえマジで腐ってるタイプだな、性格。ゴブリン、ゴブリンのなんかさ、バットマンスタンプ使うやつ、ほんとにほんとにそれ以上は想像に任せるけどね。うめえやんとか言った俺がさ、言ったかもう覚えてねえけど、思った俺をなんか返してほしいな。そんな終わってんな俺。アナマンね、ペッカバルンですさえほんとに、まあ、もうちょっと積極的に攻めてもいいのかもね。じゃあなんかネチネチできるんですよこのデッキは。守りめっちゃ固いし、なんか勝手に勝てる。だからこそなんか何も考えずにやってると今みたいなクエイ君に負けます。はい、もったいないね。よいしょ、これ出しちゃっていいかな。ラムぐらいありそうだよ。逆サイドにしとこう。え、めっちゃいい、めっちゃいいかな。微妙か。うまい、タイミングうまいね。穴番さすがだよね。こいつはね、マジスナイプと PS は化け物だからな。ペッカラムかな、まあ、メガナイトラムも一応あるのか。じゃ進化スケ貯めたいな。え、これライトニング回る。ああ、じゃあじゃあってなっちゃうよね。暇やな雨でね。おお、 MK だね。なんか面白くはあるよね。メガナイトラムレイジのライトニングとかかな。 LSPまあ負け筋はゴブリンシュタインだろうな。ボンバーいたっけ。いやー、この試合もね、でもさっきと同じだと思うんですよね。その俺が削れなかった時に、ほぼそれだもん。いやー、もう一発でかい、でかいがしかしみたいな。いやー、ライトニングがねー、だるいよね、このゆっくりも。これトリトンか。
残りすぎじゃね。いやーラムかな。スキル使いたい。スキドローツなんかめっちゃいる。熱い熱い熱い。あーぶねーいやナイスよ、本当にナイスなんですよ結局ね。という感じのね、デッキでございます。めっちゃ強ないですか。まあ迫撃に負けたか、あとはホグクエイクか、なんかでもボコボコにされるみたいなデッキがね、まあ、存在しないんですよね。結局ラバとかもね、ラバはブラスターで溶かしてヤラメ打つだけでもいいし、バルーンもねブラスター派が強いっていうね、なんか弱点何って知りたくなるぐらいなね、デッキなんで、皆さんもぜひこちら使ってみてください。ちゃんと効果もおじゃすだ押したんだね。